まあ、頑張れこそ初参戦、はい、うん、で今成夢人戦が急遽いきなり決まったんですけど、いや、はいはいはい、どうですか、なんかオファーこう来た時に。やっぱり、まあ、今成さんとそこそこ、ね、他の会場で会うこともあって喋ることもあって、で試合とかもしたことももちろんありますし、まあ、その中で純粋に嬉しかったっていうのはありますね。どんな印象だったんですか、今成。今成さんの印象ですか。まあやっぱり、まあ、人当たりも柔らかくていい人だなっていうのは思ってたけど、なんかすごいプロレスが好きだなっていう印象は持ってましたね。あ、プロレス好きって思いました。僕はプロレスが好きだと思う。どのあたりから感じたんですか。そうなの、やっぱね、はしゃいでるんですよ、うん、プロレスの事柄になってると、うん、うん、それ思いますね。あ、今成夢人が、うん、僕のプロレスに対する思いっていうのはなんていうか熱い感じがするんだけど、そこはなんていうか僕はメラメラしてるところだけど、今成さんはすごい明るく楽しんでるというか好きというか、うん、うん、そっちの方向性でプロレスが好きなんだなっていうふうには感じる。はしゃいでると、でもなんか怒られることいっぱいありますよね。うんうん、それでもやっぱ続けてこれてるキャリアなんだから、それが正しいってことなんじゃないですか。あ、突き通してきたんじゃないのかなと思う。それはまあ他団体参戦とかじゃない、ガンプロとやっぱ今成夢人に学びに行くっていうテーマですから。今回は何を学びたいんですか。いや、 やっぱりプロレスラーをもうすぐ来年で10年になりますけどやってきて、いろいろ悩んだことがあったりとか、あの自分の中での正義みたいなものがある中で、プロレスの魅力、エンターテインメントの魅力に通じるかもしれないですけど、僕の中でそれ共感性だと思ってる。うん、みんな失恋だったりとか、経済的にも受験勉強就職っていっぱい負けてきてる、全ての人間が負けてきてる中で、だけどその時にみんな思うんですよね、もうちょっと頑張ればよかったって、うん、だけど頑張ればよかったんだけど、頑張ったとしても結果は出なかっただろうなって思っちゃう、だから明日からも頑張らない。だけどリング上にいるプロレスラーは、あの時見た頑張らなかった自分を投影すると、あそこで頑張る、頑張った先に勝利っていう結果がついてくるわけですよね、まあ、それを期待してファンの人たちは見てると思うんですけど、でそれをプロレスを見に行った後に、あ、結果は分からないけど、今日のこの試合を見たら、もしかしたら自分が思ってるよりも頑張ったら明日からの道は開けるんじゃないかっていうのがプロレスだと思うんですよ、僕は、うん、でそういう定義をした中で、自分は人よりも頑張っていたいし、努力してる姿っていうもの、自分が体が小さいけどそこを超えていく努力とかっていうのをファンの人に届けて、明日からの活力にしてもらいたいと思ってる。それは昔から信じてたけど、まあ、もちろん結果が出ない時もあった。でもその場合は自分の努力が足りなかったと思ってる。はい、誰のせいでもない。なんかこうプロレスやっててすごい俺は感じるんですけど、例えば身長が低いとかで、なんか君はエースじゃないよねとか、すごい脇役にそのされそう。例えばまあ身長低いって1個の要素だし理由だけど、なんか俺はすごくこう、僕もまあ多分プロレスをこうちゃんと月に何回か試合するようになったの10年なんだけど、やっぱりなんつうんだろう、お前は真ん中じゃないよっていうのをすごい感じてきたっすよ。でも基本的になんかそのなんつうんだろう、それに対して、いや俺は自分で可能性あるとなんかこう思い続けられたというか、なんか逆にそれでそう言われることで、なんか基本的には何クソっていうのはずっと思ってた10年だったんですよね。なんか途中で諦めて脇役に回る人とかも いたんだけど、僕はやっぱりリンさんがすげえところは、やっぱりその例えば身長が低いとかっていう部分だけで、もしかしたらその例えばユニットとかチームとかで
まあ、脇を支える側にをやってねとか、もしかしたらそういう無言のそういうものあったのかもしれないんだけど、エル・リンダマンはそれにこう甘んじなかったというか、はいはい、いや俺も真ん中いけるよなっていうのをなんか俺は勝手にまあだからファンの気持ちで言うとそこを投影したっていうことですよね。僕はリンさんにはそれをすごい感じたんですよね、ある時期からなんか全然違うんですよ。僕はね脇役でもいいんですよ、全然脇役でもいい、うん、だからそれこそファンの人たちのことを考えると、ファンの人たちのストーリーの中での主役はファンの人たち自身、自分自身、それに葉っぱをかける脇役という役割としてプロレスラーでありリンダマンがあると思ってる。それはリングプロレス界でもそうです、僕は脇役でもいい、ただ僕が主役に立った方が、そこが盛り上がるっていうんだったら僕は主役に立つべきだとは思うけど、主役じゃなきゃいけないなんて僕は思ってないですよ。やっぱり心のどっかで主役じゃなくていいよと思いながらも一つなんか残したいなとかっていうのがあるから、下手したら僕の中でそれはノイズかもしれないですよ。足りない部分かもしれないです。脇役に徹して影に徹することも必要な場面で僕はなんなら印象を残してしまうかもしれないですよ。それは演者としてそのストーリーの中に僕はノイズだと思ってるんで、足りない部分ではあるし、まあもう僕のね今回の試合の肝はねそういうことじゃないんですよ。はい、さっき言った通りみんなに希望を与えるために努力をしたら、まあ夢が叶うじゃないけど、何かに勝てるとか、そういう超えていけるっていうものを見せることが正義だって思ってた自分の中で、今なり夢人は、才能も飛び抜けてるわけでもないし、努力も飛び抜けてるわけでもないし、圧倒的に足りない存在なんですよ僕の中では。好きプロレスが好きかもしれないけど、好きなもののためにゲロ吐けるかって言ったら分かんないけど、俺よりは吐けないと思うんだ、多分分かんないですよ。だけどガンプロで今成さんの試合を見た時に僕の感情は揺さぶられて、やっぱり感情移入したんですよ。これはとんでもない感情移入だったんだけど、これのね理解が僕の中でついてなくて、僕の中であったプロレスの正義が崩された瞬間なんですよ。はい、まあ、答えが分からなくなった、だからそこで僕はもう悩んだんですよ。ただ今までと違うのは、悩んだ時には練習して研究してなんとか超えてこれたけど、この今回の悩みっていうのは練習してとか研究してとかっていうのでどうにかならない問題なんじゃないのかなって自分の中で思ってるんですよ。ただ間違いないのは、今成夢人ガンプロに触れることで正解があるのかすらわからないけど、あるとしたらその正解に確実に近づく一歩になるんじゃないかなと思って、基本的にグレートに入ってから、始まってからグレートを背負ってグレートの人間として俺は戦ってきたけど、今回の大会に関してはグレートから切り離した林優雅として、エル・リンダマンとして今成夢人ガンプロに勉強させてもらいに行くっていう試合だと思ってる。はい、だからここはそこに誠意を見せるためというか、自分のイデオロギーをぶつけるためにも全身全霊のエル・リンダマンで大田区のリングに立ちたいと思ってますよ。兄さん今僕にその試合で揺さぶられたって言ってくれたんですけど、何を揺さぶられたんですか、それは。なんかどんな部分だったんですか。まあ入江茂弘対今成夢人じゃないですか。あれはだからちょうど去年だ、あの入江さんとの試合の前に凛さんが合同トレーニングに誘ってくれて、ああはいはい、僕は嬉しかったんですけど、ちょうど多分凛さんがいろんな選手のトレーニングをこう、
どういうことをやってるんだろうかみたいなのをなんかすごくこう見ようとしてたターンだったんですよね。そうですね。でなんか誘われて一緒にイータイムの秋葉原店に行って、でもなんかその時に自分のなが異様にナーバスなのをもう一発で、はいはい、察知されたというか、リーさんと戦うからナーバスなんですよねっていうのが一瞬でバレたというかはい、はい、でもなんか嬉しかったんですよね。その正直なこのナーバスな感じを正直誰もシェアできてなくて、そうでもちゃんとリーさんはジレックスのタイトルで入江さんともやってるし、入江さんすごさもその存在の厚みみたいなのも、うん、多分分かってたから言ってくれたんだろうなって気がするんですけど、そうですね、多分ファンの人もすごい僕は心揺さぶられた試合だったと思うんだけど、うん、でもやっぱ生で入江さんの凄さを、うん、あの感じて、うん、痛い思いして入江さんの凄さを一番やっぱよく分かってるのは戦ったプロレスラー自身だと思う、うん、だからさらにやっぱり入江対今成っていうのは僕の中で感情が揺さぶられたんですよ。それはもう確実に共感できるからですよね、ファンの人たちより共感できる部分、うん、あれチケット取り置きも僕からしてくれたじゃないですか。はいはいはい。で俺はあの日なんかこう運ばれたんですよね、救急車で、はい、結局意識朦朧としてる中でふとライン見たらもうリンさんが見に来てよかったって言ってくれて、なんかこう自分の中でいろんな反応があった、お客さんから、うーん、リンさんやああいうふうにこうラインもらってやってよかったなって思った。いや、よかったっすよ、確実によかった。あれを見に行きたかったから僕はやっぱあの試合を見に行ってるわけですから、うん、本当になんかその運ばれ救急車運ばれてチャンピオンじゃないよっていうやつもいたし、うん、いろんな意見もらったんだけど、はい、俺はなんかもうよく分かんなかったけどなんかもうでももう全部出したんだよね。はい、だから誰にじゃあ届けたいかって言ったらそれはみんなお客見てるお客さんだけど、はい、ね、賛否みたいなのも結果起こったんだけど、ああでもなんかリンさんのあの言葉は本当救われたね。いや僕だったらね、僕は今成さんの立場だったらそんなことを言われるっすよ、あれは良くないとかあんなのチャンピオンじゃないって言われても、いやうるせえこの野郎、うん、あのチャンピオンらしいかどうかなんて置いといて俺がチャンピオンなんだよって、うんうん、ベルトを持ってる持ってないじゃないですか、今成ゆみ人が僕はガンプロの価値だと思ってるんで、うん、だその世界観を学びたい、ガンプロには。でやっぱりそれの一番おいしいところである肝である今成夢人に学びたいですよ、うん、あのリンダマン選手が僕アオリ V ないんですかっていう今回の、はい、びっくりした、あすごいなと思った。いやいやそれがガンプロだと思ったんですよ僕の中でそれがガンプロだし今成夢人ワールドだと俺はガンプロをそう見てます。え取っていいのって思った。いやいや絶対その方がいいなって僕は思ってましたよ。で撮るんだったら俺他のディレクターに回したくないと思ったんですよ。あ例えば他のディレクターに今成インタビューして、それぞれリンダマン選手にインタビューして、であくまで客観的にそのディレクターが見る今成ウエスト対リンダマンを描いてってこともできたんですよ。外注でお金払って、でも難しい、こんなのしてほらもらいたくないなと思って。そうですね、俺にしか分かんないリンさんの気持ちとか、リンさんが感じてくれてる俺の気持ちとかって、いやこんなんもう俺が直接取材すればいいじゃんって、はいはい、映像こうやって自分でやれるんだから、はい、なんかすっごいそう思ったんですよね。いやいやいや、ありがたいですよ、そういう存在になれてるっていうのがだからファンの人に対してもそういう存在でありたい、うん、